海外で絶大な人気があるおもちゃなんだけど。だって回ってるだけじゃん。たてし学園、みんなごきげんよう。たてし学園院長のひろくんと、ハロー1年3組くるちゃんだよ。じゃじゃん。あら、なにこれ。これはね、ハンドスピナーって言うんです。それ海外で絶大な人気があるおもちゃなんだけど、日本でもね今すごい人気が出てるの。へー、知らない。これ全部ハンドスピナーっていうの？そう、いろんな形があるんだけどね、2本のね羽がついてるハンドスピナーです。これがね3つ羽がついてるハンドスピナーです。でこれは結構特殊で、星のね形をしてるんだよ。かわいい。かわいいよね。最後にこちら、なんかさ雪の結晶みたいでしょ。あ、確かに確かに。あ、回るんだ。そうそう、回るよ。あ、本当だ本当だ。そう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 。これはさ、うん、どうやって遊ぶの？今やってるよ、クレちゃんが。え、どこ？え、それだけだよ。こうやって？そうそうそう。いや、これは面白いんだって。どこが面白いの？これ面白いよ、こっちも見て。ほら、すごい回ってる。形が違うのは分かるけど。そうそうそう、これもそうだし、このね、これもそうだよ。ほら、見て。ほら、反応がないね。だって回ってるだけじゃん。いや、これがいいんだよ。嘘でしょ。ほんとほんと。これが流行ってるの？海外でも流行ってるし、日本でも今流行ってるの。世紀末。二人で回して。この絵、面白いでしょ。わけわかんないよ。こうやって回してるだけだけど、ついつい見ちゃうんだよね、ずっと。もう確かに。なんか手に取ったらさ、自然とさ、ずっとこれがエンドレスじゃない？癒されるもん。役に立つおもちゃってことだ。うん。え、クレちゃん、すごくない？こっちは簡単だけど。てかさ、クレちゃんいつの間にかできるようになってハマっちゃってんじゃん。今なんか全然これから手を離せなくなっちゃった。クレちゃんでもしかしてさ、ペン回しもやってた人？あ、どうだよ、ほら。聞いてないよね。聞いてないぐらいすごいハマっちゃってるし。それでね、うん、ちょっとさ、なんかしたいなと思って、このハンドスピナーを使ってこの4つをさ、うん、回してさ、うん、どれが一番長く回るか勝負しない？あー、いいじゃんいいじゃん、やってみよう。クレちゃんはさ、どれが一番長く回ると思う？こっちかな。重さでやると一番重い方が回るんじゃない？ヒロ君はこっちにしようかな、可愛いから。こっちとこっちはね、軽い。どっちが回りそう？これは重さで言ったらこっちの方が重たいから、うん、黒の方が長く回りそう。じゃあ回していきましょう。はーい、いっせーのせよっ。いや、回ってるね。すごいね、うん、かわいいね。え、かみつさん、これ柄ができてる。青だな。見える？輪っかだね。輪っかだね。こっちはさ、水色と黄色がチカチカしててかわいい、うん、てる。よく見てるとね、うん、すごいなんかこう模様がグワングワンってなってるの分かるかな。あ、ほんとだ。こう面白いね、なんかこの2つはまあ似てるね、うん、動きもね。そうだね、うん、もう止まっちゃうんだけど、これ上の2つもさ、もうだいぶ回転が本当だ、よく。あ、止まった。止まった。そろそろこっちも止まる。もう止まる。でもなんか頑張ってる。まだしぶといね。もう止まっちゃうね。あ、もう止まっちゃったね。あ、もういい感じに、もうちょっと弱い。あ、止まっちゃう。止まった。止まった。うわ、これで一番長いわ。うわ、クレちゃんすごい。すごいね。当てちゃった。当たっちゃったね。あんなに興味なかったのに。うん、これはハマるわ。なんか見てるだけで癒されるよね。あ、もう止まる。止まるけど、もうすごい長い。もうどれぐらい経ったの？3分ぐらい経ってんじゃない？経ってる？そんなに経ってる？そんなに経ってないか。え、もう3分40秒だって。あ、止まった。まだだよ。まだ行ってる。まだ行ってる。止まった。あ、止まった。すごい。はい、1番回ったのはこれね。そして2番手がこの星型のね、はい、ハンドスピナー。次が黒ね。最下位、このねゴールドのハンドスピナーでした。ヒロくんさ、うん、両方とも予想負けたわけなんだけどさ、うんうん、今の気持ちをちょっとこれで書いてみてよ。絶対怪しいでしょ。押すよ、うん、3、2、1。はい、
い、今日はクレちゃんと一緒にハンドスピナーで遊んでみました。ただ回すだけのねものなんだけど、シンプルなんだけど、なんかハマるよね。そうなんだよね。なんか最初来た時まで全然面白くなくてどうしようと思ったけど、なんか遊んでるうちにかなりハマってきたね。クレちゃんもねこうやって一瞬にしてハマっちゃうぐらいね面白いから、皆さんもぜひハンドスピナーで遊んでみてください。それではバイバーイ。立石学園チャンネル登録よろしくね。